DS PDS。はい、ガイスペン京都ね。なんと久しぶりにヒカキンさんとマサオくんとコラボでーす。イエーイ。なんとね、5年ぶりですよ。ハロー YouTube。どうも久しぶり PDS ヒカキンです。いつもおなじみマサオでーす。珍しくもない、ね。そしてね、こっちのカメラちょっと下向けていただくとですね、これ見ての通りこの人ブルーシート引いてますよね。20億のね新居で。スイカ割りね、まあ、やっていくんですけど、でもスイカ割りっていうかもうそんな可愛いもんじゃないですか。マソディース、いやでももう大丈夫ですよ、僕もうプロなんで。スイカ割りってこうだもんね。あ、違うでしょ、爆発でしょ。そう、爆発。20億円の家でスイカ爆発をねやっていくんで、下手したら壁にスイカ飛び散るぞ。いや、あり得るよ。このスイカの輪ゴムつったらもうトークじゃないですか、うん、このゲップ出したらもうブーッシャー、アバネロルーレットチョコウ。昔ながらの YouTuber っぽいやつでね、10分の2の確率なんで大丈夫。 OKOKOK、要するにコーラを飲んでゲップしちゃいけない、一番飲んでる人の量に合わせないといけない。すげえルール出てきたな。ちゃんとルールだな。ルールしっかりしないとダメなんで。ゲップしちゃいけないってことね。そうっす、はい、じゃあもうやっちゃいましょう。わかりました。黒くなっちゃうんで。今満腹なんだよ。大丈夫っすよ、今食べてばっかりだからね。こんなでかいコーラ、うわお。チアース、5年ぶり。パパーイエーイ。一番弱いんじゃないねえ。いや、あれ俺とマスオシ結構胃腸強いかもしれない。やばい、ね、やべ、マスオさん結構飲んでる。今やばい、今やばい。いや、危ない危ない危ない、ちょっと待って。はい、閉めて閉めて、ちゃんと閉めて。あ、そっかそっかそっか。あ、やべ、ほんとだ、俺癖で。やっぱ最後の動画は古文にするやつだったんですよ。あー、男性がつなぎ合わせ。え、そうです。マジで。あ、僕の動画はそれです。マジで、うん、やべ、嬉しくて全然寝れなかったです。足りるゴム。あ、足ります、いっぱいあるんで。あ、そう、はい、これいきなりいっちゃっていいんだよね。俺結構これ強いな。え、あ、一回そのなんか嫌な音だったよね今。いやね、なんかあのね、食べまくったからね、無理だった、もう今我慢するの。すっげえ嫌な感じでやってたな。え、これ、え、食べるんじゃないの。いや、あの、最後に一番多い人が。え、やってんじゃん。やめた。俺めちゃめちゃ我慢してんだけど。わお、コーラ邪魔だな。いろいろとルールが、うん、変わっていくね。邪魔をしてきてますね。え、そんな一気にいくの。いや、だって、全然最初余裕だよ。しかも、なんでいきなりやってるけど、順番とか何も、え、あれなんだ。それもさ、これさ、冷やしてるからさ、滑っちゃってんだけど。あの、最初ちゃんと固めないと、あ、そうだよね、後の人がやりづらいんで、ね、え、これむずくねえか、結構。おー、パン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 。え、これ力強っ。これはね、最初大事だわ、心理作戦。もうちょい下から、これ2個ぐらいいっちゃって大丈夫なの。これね、全然ね、はるかに時間かかるからね、まだ。あ、ほんとに抑えてほしいかな。俺、今これゲップしてももうないんだよね。まあ、一回。あ、もうあー、ちょっと違います、3本。これ俺なんか音鳴り出したら逃げるからね。これこういう次元爆弾みたいなのマジで苦手なのよ。結構ちゃんと下側まで行かないとな。僕自信があるのが、うん、誰よりも先にやったことあるんですよ、これスイカ。マジで、はい、じゃあ先駆者なんだ、パイオニア。そうなんです。ちょっともうちょい下にもやってった方がいいな。ブチンって行っちゃいそうで怖いな。え、これ経験者からするとまだ全然全然だよ、ね、もうひょうたんみたいな形になってる、うん、いや、なんか断点値で1回だけやったんだけど一瞬だったんだよね、割と。え、マジで、うん、あ、うん、じゃあもしかしたら強度が、あ、全然スイカによって、うん、強度低いスイカだとちょっと下の方行きたいな、俺ちゃんと。あ、でもちょっとだけ変形してきてるな、ゴムすごいな。コーラ企画、これコーラ企画もうね、これもうコーラどころじゃなし。あれだね、ちょっとずつやって余裕持ってやります。あ、そう、うん、いや、一気に飲まないとダメだよ、コーラは。コーラは。なんかトークしないと、これ黙々とやることだよね、うん、そうなんですよ。でも必死になっちゃうんだよね、これね。ヒカキンさん、最近どうすか。最近元気よ。元気ちゃんと夜寝て、朝起きて人間だね。うん、終わったよ、トーク。トーク終わった。だから一時期よりちゃんと寝れてると思うし、うん、最近も寝れてなくて。なんで。 TikTok ライブで、あれ、なんかゲームしてんの俺見たな。あ、ゲームそうやってんすよね。ゲーマーだ、ゲーマー。別に仕事じゃなくて。いや、まあ仕事にはなってんすけど。お、いいじゃん。いや、けどまだまだっすよ。俺
あのなんかね、全く知らないトルコとかの人にね、投げ銭とかしてる時ある。へぇ、面白かったね、そのトルコの人。ちょっと反応を見てみたい。いや、なんかね、くださいって。あ、僕もお願いしようかな。ちょっとずつこう、なんか縦長になってきてる気がする。うん、でもね、まだまだね、あのもっと氷炭みたいになるのね。これでも本当にさ、スイカで割れるってことはさ、人でやったらやばいよね。やばいね。想像しただけで、あのダンテのさ、ツイッターの動画思い出しちゃった。うん、じゃあダンテの悪いことしたら何も見えないんだよ。お仕置きだ。いや、ヒカキンさんがなんか味噌菌出すときに、うん、重大発表って言ってたじゃないですか。うん、あれで、もう結婚するのかと思った。思ったよね。本当？そう、うん、あ、で、ついにヒカキンさんも行っちゃったかと思って、うん、違うんですよ。でもこれはね、言い分があるんですよ。はい、結婚もすごいことだけど、自分のラーメンが出るということはめちゃヤバいやんっていう。まあ確かに、ね、いやいや、マジで結婚、下手したら結婚よりヤバい。うん、ということで、重大です。うん、その動画出した時にダンテと一緒にね、動画撮ってた。そうなんですか。あれね、話し合ってたわね、ついにヒカキンさん。そうそう、いや、知らな、知らされてないけど、でもな。いや、知らせる、知らせる。ちょっと安心した。あ、逆に、うん、だってね、マスオクのヒカキンまでね、結婚したら。あ、そっちの安心なんだ。なんで呼び捨てになったんだよ。あ、ダンテ。あ、あんまいいよ。そっか、でももう30だからね。え、いつぐらいに結婚するんですか。それは分かんないけど、でも僕とどっちの方が早いと思います。俺の方が早いんじゃない。今年齢的に、まあその順序で言うと俺の方が焦るでしょ。なるほど。下側行こう、下側ちゃんと下行こう。ちょっと一番下ぐらい、なんか一点集中した方が。そうだね、ちょっと上なんだよね。 55% ぐらいのところに巻いちゃって、下側に行った方がいい。もっと下に。怖い、この上に来るときにすごく怖い。これでマスオさんがね、あの世に行ったら、やだな。そんなので行ったかい。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。収益が なくなっちゃうもんな。確かに困る。後悔したらな。そっちか。おいおい、マスオさんに今のうちに書いといてもらおう。私に何があっても公開してください。お願いいたします。僕もいっぱい出した。普通に飲んでんだもん。でもこれ冷えてんだもんね、中多分。うん、うまいな。じゃあうまい。うまい。ヒカキンの切り抜きとか見てんすか。あの、自分で見てると流れてくる時もあるし、はい、あと TikTok でさ、ヒカキンボイスのやつめっちゃ流れてくるんだよ。うーん、ああ見たことあるわ。すげえ、すげえさ、なんかさ、あのいろんな動画でこれマジヤバい。俺や、地味なさけ。ほんとに。マスオさんの巻き方がもう焦ってて早いんだよね。上手にできないんだよね。コーラを普通に飲んでいく。あれ、コーラゲーム。コーラゲーム中止で。え、なんか音がない。いや、もうな、二人に食べさせたいな、チョコ。最後に食おうよ、みんなで。じゃね、え、怪しいな。ほら、ほら、ほら、ニコニコしてんだ。そういうことか。いやいや、なんで、なんか毎回疑われんだよ。黙っちゃうもん。黙っちゃうもん。ヒカキンさんのモチベなんですか。モチベ、動画が伸びてるぜっていうのがガソリンで、そのままなんとかあの切らさないように。ちょっと怖いんだけど。怖いよね。だいぶ口呼吸しかできなくなったんだけど、まあそれもハンデ。あ、でもこれやんなきゃ終わんねえから。結構、何十回やったわ。きつさが違う。やばいしょ。胴体になってきてる。鼻が上がることによってね、口側で、ね、デッポみたいになっちゃうんだよね、やっぱりね。ワンピースの魚人族の顔。これ相当吹っ飛ぶんじゃねえかな。まあ巻き方によりますよね。あ、そう？うん。うわあ！うわあ！うわあ！なんでパキパキいらなかった。
カキさん。ヒカキンな。え？ピキピキ来た。ピキピキ来た。みたいなさあ、そろそろかなと思ったら。急に来た。それも。いやまだまだ。今までにないくらい吹き飛んだな。すごい。超うまそうなスイカじゃん。ね。いただきます。いただきます。イメうん。うま。イメ。うまいよ。さっきバーベキューで満腹なんだけど、それでもうまいってことは超うめえな。うん。いや、うまっ。イメ。甘いっすか。なかなか甘いけど。正直に言っていいんじゃん。ごめん、俺心もう、なんでもない。いいっすよ。だって俺もあんま甘くないと思う。いや、そうなんだ。絶対甘くない。いや、でもね、一口目は甘く感じたんだけど。いや、なんか食感が。食べてったら甘さ。なんだろう、まだ来ると思ってないから、クリも半分ぐらいしかしてないみたいな、うん、でもこれ負けたのはヒカキンだから、ヒカキンがじゃあ罰ゲームってことだよね。あとコーラ、自分もゲップ何回もしてたよ。ルールがガバガバです。説明も不十分だから。いやもう、ね、最初から、うん、なんかキュウリですね、これ。でかいキュウリ。であとね、ここら辺切って冷蔵庫で冷やして美味しく食べる、まあ、そうだね、スタッフ一同で、うん、そうだよ、俺はハッピーな男だよ。じゃあ最後にコーラみんな飲んで最初に出したやつが。オッケー。乾杯。乾杯です。ゲップしたら辛いチョコね。あ、そう。やばいな。限界がちょっと近づいてきてんだこれ。あ、すごくいいやで。全然気使わんで。いや、な顔してるわ。やめてね、マジでゲロ吐くとかは。え、まあ、結果的でいい。うわ、よしよしよっしゃ。もうね、あのね、食材入ってて胃の中で膨らんで、もう苦しすぎて無理だよ。もう自分に負けた。よし、勝った。オッケー。よし。よし。ただ。ヒカキン TV ではできません。あ、すごい。え、それそっちまで吹き飛んでた。すごい。やべ。すごい。ちょっとちょっと、ほら。ポンポンポン。すげー。これね、これね、プレゼント企画でね。確かに。メルカリに出しますか。いらねー。いらねー。ダンテも食べんだもんね、1個ね。うん、ダンテも食べるでしょ。食べないわけないし。ねえ。だって何も出番なしになっちゃうから。うん。俺は割れてますから。で、ゲップしてますから。はい、これで。あ、なんか怪しいな、やっぱ。なんか笑って、笑うんだ。じゃあ、2分、10分の2ですよ。10分の2。まあ、ちょっと待って、俺に選ばせてよ。はい、怪しい。なんで怪しいじゃないんですから。あ、でも確かにこれ細工できないよな。ちょっと待てよ、前なんか注射でガムに何か入れてた時あって。いやでも細工できないです。確かに。なんかやってたことあるんだよ。え、僕も食うんすか。当たり前や。だって10分の2でしょ、うん、下手したらだから1回目全員あの、うん、当たんないかもしれないでしょ。確かに、はい、当たるまでやるんですよ。そうでしょ、ね、これでセーフって言って終わったらもうなんて残念なコラボなんだってなっちゃう、うん、なんか混入させてんだろ。おかしいな。ゴー、はい、え、これザ・ソースとか入れてないよね。大丈夫です。そういう危ないやつじゃない。一気に、一気に。いただきます。いただきます。うわっ。え、これ本当に批判のやつだよね。うわ。あ、でも我慢できる範囲。はい、なんかしてます。してないです。3人とも辛いもん。これ見えない。辛くないですよ、全然。10分の2って言ってたやん。全然辛くないっすね。痛い。え、だからさ、チョコの外側がもう辛かったんだけどさ。うわ、え、これ超やべえやつじゃん。やっぱ辛っ。なんで俺が食わないといけないじゃん。これやばすぎじゃん。やばい。やばい。炭酸だと痛い。デスソースじゃん。実は、え実は全部辛いやつなの。はい。やべ。氷とかあります。水水、しゃっくりが出そうだ。これこれやばいじゃん。めちゃくちゃ辛いね。あ、氷とかあります。なんかチョコの辛さじゃない。うん、これ薬品系だよ、うん、あの唐辛子とかじゃないよ。え、やばい。そうなんですか。わかんない。なんかその液体のハバネロス。ハバネロか。これ全部すり替えたんですよね。やっぱりか、ね、だってなんでわかんの、辛いやつって。分けられてるんですよ。うん、まあでもね、あ、詰めて、歯が痛い。 YouTuber はね、
今からやんなきゃいけないっていうのを思い出したね。はい、でも20億の家でやって申し訳ないです。大丈夫です。庭のアリたちが喜ぶと思います。スイカやっぱヒカギンさんの懐は釣り飛んだんや。どういうこと？え？5年ぶりに動画撮れて素材もいっぱいゲットしたんでね、よかったと思います。あ、素材化すんの？イエーとかやんの？問題だったら全然500円。あ、イエーいっぱい500円。てなんちぜひみんなもね、ヒカキンの動画とマスオ TV 見てよ。いかがでしょうか？今日から呼び捨てになったな。え、ヒカキン TV？ うん、ヒカキンって、うん、あれ？うん、本当に？うん、自覚ないんか。いや、僕ずっとヒカギンさんですよ。本当に証拠はこのカメラに撮られてる。やべえ。で、まあ、全然いいよ、別にヒカキンでも。いや、もうダメですよ、すると思ったんですから。って感じで、ぜひみんなもね、やってみましょう。どうし、あの、See you, See you。 PDS 株式会社チャンネル登録よろしく、よろしく、よろしくよ。これ相当吹っ飛ぶんじゃねえかな。まあ、巻き方によりますね。あ、そう、うん、うわぁ